ドア開けるのすら緊張します。 OK の言い方でどういう OK なんだろう なのかなっていう、なんか段階がちょっと見え隠れするんですよね。両手で一応モテるようにはしといた方がいいと思いますけども、炭酸を飲むこのゲップの力を最後の一息に変えるっていうね。はい、ということで始まりました、はい、声優エンタメチャンネル、司会の小田利光です。よろしくお願いいたします。はい、ということでいつもはトークという形でここを、なんていうんですかね、 AMG の卒業生をゲストに迎えて、いろいろとお話情報を発信していくというこのチャンネルなんですけれども、はい、あ、もう早速映っていただいているので、はい、映ってますね。今回の素敵な卒業生ゲスト、早速ご紹介させていただきます。はい、前野智明さんです。はい、どうも。はい、水上所属の声優の前野智明でございます。よろしくお願いいたします。8期生ですかね、本科の MG の卒業生で言いますと、今ちょうど27期生、28期生が在学中ですから、ちょうどその20年前に多分僕はもうそうですね、巣立って今に至るっていうことなんじゃないですかね。だから今僕の原点が集まってるかもしれない。はい、そうなんですよ。このチャンネルに出演していただけるということで、いや、こちらこそ楽しみにしておりました。で、ちょっとまあここのチャンネルも結構まあいろいろと回数を重ねてまいりまして、でまあ今回ちょっとゲストでお呼びさせていただく流れになったんですが、ありがとうございます。いつもはトークという形でやらせていただくんですが、今回はちょっと新たな試みとしてロケ形式という。ロケ形式ですか。ええ、いいですね。はい、ここに映ってるんですけれども、大丈夫ですか、もしかして。そうなんです、 MG スタジオ。そうです。なるほど。え、大体我々がこういつもお仕事の現場に行かせていただいてるこのスタジオに前野君と一緒に入ってみようという。いいんですか。 AMG スタジオなんてね、もう本当入るもう瞬間ドキドキ毎回するスタジオなんですよ。そうですね、やっぱり空気感ありますから。ありますよね。ということで今回のテーマを発表させていただきたいと思います。今回のテーマは声優前野智明とアフレコ現場を潜入調査。潜入調査、はいはい、ということで、まあ改めていろんなこう我々目線でですね、こうスタジオというものをちょっとまあ簡単にご紹介させていただきつつ、確かになかなか見られるものじゃないですからね、スタジオも。で、実は今回も本来スタジオっていうのは収録のために使うものなので、ただとはいえ我々 AMG グループの一応まあ系列ということもありまして、快くお貸しいただけてるという、取材を OK していただけたということで、なのでせっかくですから、ちょっと一緒に見てみましょうか。やらせていただくということで、行ってみましょうか。はい。じゃあ失礼します。新人の時はこのドアを開けるのすら緊張しますからね。なんかやっぱ雰囲気ありますよね。ありますよ、この MG スタジオやっぱり。で、早速じゃあまずはこっちいいですか。お邪魔します。失礼します。PA ブースというここがこれですね。ああ、これですね。はい、ということで PA ブースやってまいりましたね。はい。ここではまあその PA さん、そして音響監督さんなどが我々に指示を出していただける。そうなんですよ。主にね、こちらに多分ミキサーさんが座られて、こちらのモニターがある方に音響監督さんが座られて、まあ我々のお芝居とその映像がマッチしてるのかっていうのをチェックされたり、ミキサーさんがこのフェーダーを上げ下げしてマイクの調整とかねしてくださっているというね。結構声優でも出すボリュームもちょっと違って、違いますね。違いますもんね。はい。あとやっぱりそのキャラクターの立ち位置によってね、すごいやっぱ距離感が違ったりするセリフもあったりするんでね、その辺をきっといわゆるゴッドハンドで調整してくださっている。本当すごいですよね。本当ありがたいですよ、本当に。いつも僕らの些細な細かいところの芝居とかも全部拾っていただけたりとかしてますし、ミキサーさんや音響監督さんがいなかったら我々のお仕事できないですからね。あ、それはそうですね。本当ありがたいですよと思うんですが、さて前野君はなんかよくそうやって僕らこう収録でお仕事とか携わった時に、音響監督さんから普段例えばどういった指示をいただいたりとか、なんかそういうのをされたり。そうですね、まあ、いわゆる、テストやってから本番という形になるんですけれども、まあ、テストが終わってからは大体その音響監督さんがあちらのアフレコブースの中に入られて、いろいろとご指示をいただくんですけれども、まあ、基本的にそういう場面ではまあ、このセリフはもう少しこういうニュアンスにしましょうとか、もう少し、ここは尺使えるんでゆっくりいきましょうとか、そういうご指示もいただきますし、いわゆるでもこちらから指示をいただく場合っていうのは、本番が終わった後のいわゆる直しのパートの時にいわゆるトークバック、ボタンを押すと向こうのアフレコブースに音響監督さんの声が聞こえるシステムがあるんですけれども、はい、そのトークバックを使ってここちょっと早上がりしちゃったんでもう一回行きましょうとか、はい、そういうご指示をこちらからよくいただきますね、はいなかなかでもリテイクした後の OK もやっぱこちらからご指示をいただくわけですよ。リテイク、ここリテイクです、300カットリテイクです、はいわかりました、申し訳ございません、やりました、でやっぱそのトークバックではい OK っていうのをねいただく、それがやっぱこちらのブースからの指示になりますよね。これ実は、はい、興味ある方は多少知ってらっしゃる方いるかもしれないんですけど、はい、ここで話されてる内容や声っていうのは基本的にそのボタンを押さないと聞こえないんですよ。僕らのあちら側には届かないんですよね。届かないです。だから普段ここって何を話されてるのかって実は結構僕ら敏感になってる時すごいビクビクしてますよ特にすごい、大作だったりとかそのレギュラーアニメの第1話ってやっぱ特に緊張するんですよ、はいはいでやっぱその1話の時に、自分が持ってきた時芝居を作ってやるわけなんですけども、そこで「はいちょっとお待ちください」ってなんかすごいだから相談とかが始まると、なんかちょっとなんか違うなみたいなこと言われてんじゃないかっていう不安にすごい襲われるんですよね。あれがまた怖いのがガラス張りで一応表情とか見えるんですよ。なんか首脳陣が話し合ってるぞっていう空気はなんとなく分かるんですよ。すっごい分かります。あれが確かにたまらなく不安になる瞬間ではありますね。時間がかかればかかるほど揉めてんなとかそうあったりですね。そうなんですよね。でさっき言った通りそのトークバックでこれで指示が来たり、じゃあちょっとそこの収録をしました、あ OK ですとかっていうのをいただくじゃないですか。あれもその OK の言い方でどういう OK なんだろうなのかなっていうなんか段階がちょっと見え隠れするんですよね。すっごい分かります。はいはい OK みたいな時とはい、オッケーみたいな時の全然違います。音響監督さんのその違いでちょっとやっぱ僕らも敏感になりますよね。今のは100点満点出せたやったっていう時と、今のは多分もう最低限の OK かなみたいな時とかね。妥協されたっていうやつ。でもそれもやっぱ自分の力量ですからね。そういう実は見えないところでのディスカッションみたいなものも実はあるんですよね。すっごいあります。我々は常にそういうプレッシャーってプレッシャーありますね。緊張感。そうなんですよね。でやっぱりその音響監督さんによっても結構特色があって、気持ちがこもってればちょっと多少セリフの言い方とかが汚くなってしまっても全然大丈夫ですという方がいらっしゃれば、やっぱりそこはやっぱ明確に伝えることを重視にしましょうっていう監督さんもいらっしゃって、結構十人十色と言いますかね、そのやっぱ監督さんによって特徴が結構あるので、だから毎回行く現場求められる重視されるものが違ったりするんで、だからそういうところもねこの仕事の難しいところですけれども面白いところでもあるのかなというふうに思いますね。逆にちょっとこれ質問であるんですけれども、前野君はその要は前日や収録の、そういう準備としてどういうところをちょっと気をつけたりしてますかっていうとか質問あるんですけど、今みたいなのは僕はですね、昔はそれこそ新人の頃は30分のアニメでしたら一つの作品のリハーサルに大体 3,4 時間かけてすごいいろんなプランを考えていくタイプだったんですよ。それこそ120分とか100何分の長尺とかになってくるともう朝までリハーサルをして、もうじゃないともう不安でしょうがないっていうタイプで、もうその不安を練習量で、なんか乗り越えていくタイプだったんですけど、なんかでもある時に現場に行ってもっとこうしてくれっていう監督さんのオファーに、自分のその用意してきたプラン外のものを要望で受けて、それがどうしても出せなかったんですよね。自分で考えてきたこのパターンのうちだったら多分出せたんですけど、それとは全く違うものを要求された時になんか準備しすぎてしまうのも良くないんじゃないかっていうふうに気づいたんですよね。やっぱある程度もちろん自分のプランっていうのを考えてくるの大事なんですけど、その時に求められるものを現場で瞬間的に出せるような瞬発力っていうものを鍛えていかないと多分ダメなんじゃないかっていうふうに思った時期があって、そこからは自分のセリフの前後のチェックだったりとかセリフのニュアンスのチェックとかアクセントのチェックはもちろんするんですけど、それ以上の必要以上なものっていうのは現場で皆さんと掛け合いをして作って、その時に感じたものを出すのが正解なんじゃないかなっていう考え方に今行き着いているので、なので今はちゃんとしっかりチェックはしてきますけれども、あまりその必要以上なものを準備っていうのはそんなにしなくはなりましたかね。じゃあ結構その時の現場の空気感やそのフィーリングを大事にしてるっていう。結構アドリブでその間を埋めなきゃいけないだろうなっていうシーンとかもあったりするじゃないですか、アニメーションで裏で喧嘩してて、その喧嘩をその次のカットぐらいまでこぼしてください、そういう時とかのまあセリフとかはいろいろ考えてくるんですけど、家では。でも現場で思いついたなんかセリフとかの方が結局面白かったりする。ああ、なるほど。なのでその現場の空気感っていうものを大事にするようになりましたね。はあ、それはやっぱり慣れてったことで。いやでもそれやっぱもちろん経験っていうものはあると思います。はい。わあ、貴重な。だから新人の時に陥りがちなんですけど、あんまりその固めすぎるっていうのもね、良くない傾向かもしれないですね。でもどうしてもやっちゃうんですよね、最初は。不安なんすもんだって。でまた教わる時もなんか3パターンぐらい用意しとけとかなんかそんなのがあったり。ありますよね。わかります本当にもう。だからそういうのでガチガチになるのもまあ最初はしょうがないけど。そうですね。でもやっぱり段階を経ていくうちになんとなく分かってくるものもね必ずあります。なるほど、わかりました。じゃあちょっと早速スタジオあちらのアフレコブース行ってみましょうか。我々の仕事現場ですね。実際ですね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。行きます。スタジオか。MG スタジオはやっぱりね、僕にとっても特別なスタジオですからね。思い出やっぱありますか。失礼します。ありますね。まあ今の MG スタジオさんはね少し新しくなられたんですけど。じゃあこちらの方に。はい、失礼します。マイク前ですね。はい。じゃあちょっと一旦こちら向いて、はい、ということで、はい、アフレコブース入ってまいりましたね。なんかこっちのが我々的には落ち着きますね、やっぱりね。ホームですからね。どうもねっていうことで、でここでまあいろいろこういう形で、はい、まあ収録をしてるんですけれども、はい、まあちょっと最近は収録の仕方もそうですね、コロナ禍だいぶ変わりましたね。ありまして、はい、前は本当にみんなここに入って20、30人集まってね撮ってたわけなんですけどね。今はだいたいやっぱりちょっとその時間で区切って、そうですね、時間で区切って多くてもやっぱ4人とかまでですね、同じ空間にいるのはっていう形で、だからまあ部分で自分の出番を取っていくっていう感じでやってるわけなんですが、でまあ早速ここにいろいろこう実際に使っているこれマイクということなんですけれども、ちょっと普段どんな感じでやってらっしゃるのかっていうのを。まあでも普通じゃないですか普段はね。ちょっと行きます？やってみます？はい。じゃあ立っていいですか？あでもあんま遠すぎても近すぎても良くないって言われてて、僕が教わったのは大体その A4 サイズの台本がここに入るぐらいの間隔で立つとちょうどいいっていうふうに言われるんですけれども、まあでもスタジオさんだったりそのいろんなところに行くとやっぱりもう少し近づいてくれとか離れてくれっていうふうなご要望をいただくこともあるんで、そこはまあ臨機応変にやらせていただいてますけれども、こんな感じでマイク前で台本を、僕は右利きなんで左で台本読みつつ、まあ気づいたらペンとかでペペってチェックしたりするんですけれども、昔はでも左右どちらでも台本をこういうふうに見られるようにしておけっていうふうにあったんですよ。それもやっぱコロナ禍の前ってやっぱり大体3本か4本のマイクをその出演者の20、30人全員でやっぱ共有してたんで、すぐこういうふうにマイクね移動なんかして次の方に譲ったりする、いわゆるマイクワークっていうのが必須のスキルだったんですけれども、まあ、コロナ禍になってからは大体その感染症対策のため1人1本のマイクでやらせていただくケースが増えたので、はい、大体今は大体1本のマイクで決めてこういうふうにお芝居に集中できる環境にはなりましたよね。ただもしかしたらコロナ禍が落ち着いた暁にはもしかしたらこれまで通りのやり方に戻る可能性もありますので、このマイクワークっていう言葉を覚えておいて損はないかもしれないですね。じゃあ両手で一応持てるようにはしといた方がいいと思いますけども、僕はでも左の率の方が非常に圧倒的に高いですね。一緒です。本当ですか。左手持ち。でもマイクによってはモニターがなんかそうしかないとかね。あるんですよね。あります。だから本当はねこういう風にやれればいいんですよ。そういう時はね。わかります。ありがとうございます。じゃあちょっとお戻りいただいてですね。さあそんな前野さんにまたここでもお聞きしてみたいんですけれども、じゃあ例えばその距離だなんだとかっていうマイク前でまあ気をつけてることっていうのはいろいろこうやってあるじゃないですか。自分なりにはこれぐらいの感覚が好きだなとか、はい、高さとかって結構そういうのってなんか好みってあるんですか？そうですね、まあ、今はだいたいその一本一本のマイクなんで事前にテストの前にその自分の身長に合わせてマイク調整していただけるんですけれども、まあやっぱこのさっきも言いましたけども20、30人集まって撮ってた頃ってやっぱり190センチぐらいの方もいらっしゃれば、極端な話140センチぐらいの方もいらっしゃるわけですよ、男女ともに。そういう時ってやっぱり極端に低いマイクに入る時もあるし、極端に高いマイクに入らなきゃいけないケースってもちろんあるんですけども、だからその時ももう臨機応変にもうこういう風にやるとか、こういう風にやるとかですね。だから人によっては厚底の室内楽器をね持ってこられる方もいらっしゃいますし、背の低い方はそうなんです。そういう臨機応変に皆さん工夫してやられてるなと思いましたね。確かに確かに。あと大事なのがやっぱりいわゆるノイズが入ってしまうと、まあ、リテイクになってしまうわけじゃないですか。はい、なので大体現場には絹ずれがしない服で行くっていうのがもうこれはもう暗黙のルールですね。うん、まあ革っぽい服だとね動くたびにミシミシ言ってしまったりするじゃないですか。あとナイロンとかね、シャカシャカいうやつ、あとなんかジャラジャラしたネックレスいっぱいつけてくるとかそれは基本的にやっぱ NG になってしまう場合もありますので、まあ、自分だけじゃなくてね周りの方が喋ってる時にノイズ立ててしまって周りの方を巻き込んでしまう可能性があるので、極力そういうノイズが鳴らない格好でいくっていうのがこれはもう、はい、もう一つのルールですね。すごいわかります。そうなんですよ。あとね、このブース内っていう空気感雰囲気っていうのがちょっとなかなか伝わりづらい部分あると思うんですけど、はい、このどうしてもこの音を遮音するじゃないですか。もう防音ですからね。で、この最初感覚に僕結構慣れなくて。いや、わかります。なんていうんですか。このシーンとした感じですか。静寂ですよね。この茨城県の森の中より静寂なんじゃないかっていう。ご出身の茨城県の田舎よりも何も音がしないっていう。本当に無音なんですよ。誰も喋らない空間っていうのは。はい。そこでやっぱりいきなりバーンと大きい声とか出さなきゃいけなかったりするんで、割とそのまあ。普通の神経よりかは結構だいぶいろいろといろんなものが消耗していくかなっていう空間ではありますよね。なんかやっぱり普段より過敏になるというか。なりますなります。まあ今の若い子はでも若い方はねすごいやっぱり感性鋭い方が多いんで、若くてねすごいすごい芝居されるなっていう方たくさんいらっしゃるんですけれども、自分が最初にスタジオに行かせていただいた時っていうのは全然やっぱり思った声の出し方もできなかったですし、全然もうさっぱりだったなって今は思うと思いますね。結構自分の中でも最初の頃ってそういう感じ。いや全然できなかったですよ。あ、そうですか。全然できなかったですね。結構現場って想定外のことをやってほしいとかありますね。急遽とかありますあります。多いあります。実はこの金役振ってなかったんでちょっとやってもらっていい？あ、当日振られるやつとかもあるじゃないですか。うわ、見てそこはチェックしてないとか。あるじゃないですか。でもそこもやっぱりわかりました。はい。ね、一度見せていただいてもよろしいですか？はいはいはいわかりました。はいみたいなね。でも結構こっちはバクバクしてる。もう内心もやべ何言おうとかね。しかもそこちょっとアドリブでやってもらっていいみたいなのがあるじゃないですか。たまにあるじゃないですか。埋めといて的なやつですよね。ちょっとだけ時間をいただいていいですか。5分ほどっつってなんとかね。自分でだから脚本するわけでしょ。そういうのもあったりしますからね。なのでそのとっさの要求にいかに堂々と答えられるかっていう姿勢もちょっと大事かもしれないですね。結構新人さんによって僕も当時の頃を思い出しての話なんですけど、それにスッと答えてる人とやっぱりどうしてもあごめんなさいになっちゃう人で次の現場っていうそうですね評価が違ってきますつながるってやっぱそういうところかなっていう。スタッフさんの評価がやっぱ違ってくるんで、全然違いますよね。そうなんです。我々やっぱり皆さんの評価によってね判断していただく部分もあるんで、やっぱり次のお仕事につなげるという意味ではやっぱそこはなんとかしてね爪痕を残しておきたいところだなって思いながらねやらせていただいてます。でもやっぱそのためにはまず一番はまず積極的にやりますと。積極的にそうですやりますと。ここ誰かガヤやってください。はいやりますと。やってみますと。積極的にやっぱり前に出る姿勢が。特に新人のうちっていうのはね大事かなと思いますね。めちゃくちゃ大事ですね。この静寂の中でそれがいかにできるかっていう。ここちょっと男性3人喋ってるんで誰か何かやってください。はいやります。はい私やりますって誰より早く手を挙げる。このあたりがやっぱ大事な。やっぱ印象にも残りますもんね。本当その通りですね。貴重なやっぱ体験談です。いやいやいやもうありがとうございます。わかりました。はい。じゃあ次のちょっとお部屋の方にも行ってみたいと思いますので、はい早速行ってみましょう。はい。はい、ということで、はい、一応ここにはケータリングコーナーというか軽食がね、ご用意していただいて、休憩できる場所ですよね。そうですね。で、必ずと言っていいと思うんですが、はい、スタジオには、はい、ちょっとこういったケータリングなんかもご用意いただいてて、ちょっと休憩時間とか、はい、はい、そんな感じなんですけれども、はい、これなんかこういう質問がありまして、なんですか？なんかケータリングの中で、はい、ちょっとこういうのが好きとかお気に入りとかってあったりします？いやそうですね。まあでもスタジオによっては本当にいろんなものをご用意していただく場合あるんですけど、もちろんねこういうふうにお菓子だったりとか軽食だったりってもあるんですけども、中には今日は誰々さんがいらっしゃるんで誰々さんの好きなお飲み物をご用意しておきましたみたいなそういう現場もあったりするんですよ。で僕はもうこれ結構いろんなところで言わせていただいてるんですけども、炭酸飲料が実はすごい好きなんですよ。そうなんですよ。なので、僕の場合だとなんか炭酸飲料をご用意していただいていると、あ、これもしかして自分のためにご用意いただいたのかなあ、でも確かに嬉しくなっちゃう。普通っていうか一般的にはあんまりこう収録する側の人が炭酸飲料を飲むっていうのは、大体まあお水かお茶とかがね、ですよね、大体セオリーというふうに言われてるけども、要はゲップが出ちゃうという。そうなんですよ。でも逆に炭酸飲料、僕はねその中でも、でも炭酸飲料を飲む方って結構でもまあ多くはないですけれども、いらっしゃいますよね。そんな少なくも実はないんですけど、僕はその少なくないうちの一人だったりするんですけど、単純に好きだから、それもなんか好きなんですよ。好きなんですし、好きですし、あのまあこの修行が必要ですけれども、その炭酸を飲むこのゲップの力を最後の一息に変えるっていうね。まあ冗談ですけど、初めて聞きました。そうですけれども、そのぐらいの気持ち、なんかその炭酸飲料の力をその自分のブレスになんか乗っけてるような思い込みですけどね。いや、いいですよ、いいです。まあ喉越しが好きなだけなんです。その喉越しのためにまあ炭酸飲料を飲むんですけども、なので炭酸飲料とかご用意していただいてると、僕はなんかちょっとあいただきますっていうふうに手を伸ばす。いやでも多分そういう時って結構専用だと思いますよ。あんまりねケータリングで炭酸飲料を用意するってあんまりないと思います。ないですよね。こういう定食って言ってみれば、そのなかなか新人の子たちって、じゃあどうぞって言われても、あ、分かりましたなんていうふうに手つけられないじゃないですか。なんかそれがちょっと一般的ななんかね、常識的な雰囲気あるじゃないですか。だからそこはなんかそのメインの方たちがじゃあいただきます、あ、みんなもどうぞ食べてって言ってくれた方が多分みんな取りやすい空気になるんじゃないかなと思うので、まあ自分がそういう立場になるときはなんか自分から取って、あ、みんなよい食べてっていうようにはしてますけれど、でも僕思うんですよ。食べていいですよって言われた時に、今日初めての現場ですみたいな新人の方が、あ、本当ですか、いただきますって来たら、それはそれで、あ、こいつ度胸パネえなって思ってちょっと一目置かれるんじゃねえかなと思うんですよね。これ勝負できますよね。勝負できますね。それももしかしたら一つのポイントかもしれない。印象に残るという意味では確かに。あとはその方の人間性で、あとはもうそっから先はもうその人次第ですけども、ただ確実に一個引っかかりは作れる。引っかかりは作れますね。例えばここに監督さんだったり制作陣のスタッフさんがお話とかされてる時に、あ、ちょっとすみませんってこうね、だったらそれはお前バカ野郎ですけれども、人によってはその行為がこいつ面白いって映るかもしれないんですよ。確かに。だから何が正解かわからないっていうこの選択肢の広さっていうのも、まあこの業界のまあ一つ面白いところがあるんですけどね。だから意外とこの収録での演技ももちろんそうなんですが、こういった携帯の一つ取ってもそういうところも結構大事だったりします。意外とこういうところでつながる何かもあったりしますね。なので結構その休憩時間っていうのも見られてるとか、自分をアピールするチャンスだっていうふうに意識しといた方がいいかもしれない。確かにな。まあそういうわけで、こういった休憩室にはね、まあ実際このスタジオで収録したような、まあそういう作品なんかも、まあ他にはポスターで貼ってあったりとかするんですけどね。あれ？なんかそこに仰々しく一つ大きなポスターが貼ってありますよ。これなんですかね？ちょっとヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングじゃないですか。あれ？前野君なんかお詳しいですよ。いやいや、これはちょっといいですか。あ、行ってみましょうか。はい。え？狂った世界をぶっ壊せ。これもここで多分収録されてるものです。そうなんじゃないですかね。はい。なんかご存知？こちら実は吹き替えの方を担当させていただいておりまして。はい。そうなんですか。そうなんですよ。いや、すごい偶然ですね。偶然。今日ここに前野君が収録した。そうなんですよ。ここに飾ってあったんですね。はい、というのもですね、こちらの作品、ちょっとご紹介させていただいてもいいですかね。この流れはまさか、番宣ってやつですね。こちらはですね、オーストラリアのアカデミー賞で主要12部門にノミネートされて、3部門を受賞したすごい大作となっております。舞台は19世紀のオーストラリアでして、貧しい家庭で育った主人公ケリーがですね、権力者たちから理不尽な扱いを受けてしまいます。それに対して自らの正義感、仲間や家族を思う愛情、それを貫くためにケリーギャングとして立ち上がり、国中にその名を轟かしていくというストーリーになっております。私はその中でですね、ジョージ・マッケイさん演じるネットというキャラクターの吹き替えを担当させて、このキャラクターの、そうなんですよ、いただいております。こちらの俳優さんのジョージ・マッケイさんは1917命をかけた伝令の主役を演じまして、一躍スターダムに駆け上がった役者さんですので、そのあたりのお芝居をね、ぜひ注目して見ていただけると嬉しいなというふうに思うんですけれども、その時使った台本もね、実際のありがとうございます。いただきました。いろいろと安全いろいろとね、チェックしている状況とかもそのままね、あ、そのところで見せていただけるんですね。ペラペラってだけですよ。あらららららら。ね、僕マーカー引くタイプなんでね、マーカー引いてありますね。これ声優さんありますね。ちゃんとセリフの上にもタイムコード取ってね、少し戸惑いのニュアンスを入れつつとかね、ここはゆっくりとかいろいろありますね。早いとか、ブレス無視とかありますね。あるんですよ。あ、結構メインでこれご登場いただいてたんですね。あ、そうなんです。僕この公判表を見る瞬間が結構一番緊張するんですけれども、台本いただいて自分がどの程度のメインの役を任せていただくのか、この一番最初にやっぱ名前があるとちょっとね、作品を背負うぞっていうちょっと気持ち高まりますよね。公判表の一番前ってのは憧れですからね。ありがたい話ですけどね。で、結構これは当時の史実に基づいたようなどうも作品ということで。そうなんですよ。非常に勉強にもなりますし、なんかその人間とは正義とは何かっていうのをね訴えかける作品になっておりますので、ぜひいろんな方に見ていただければというふうに思います。わかりました。こちらの作品が2021年の12月下旬からレンタル開始ということですので、で実際にね、ちょうど概要欄の方にもぜひねチェックしてみてください。記載させていただきます。ぜひぜひ前野くんの吹き替えをご堪能いただきたいと思います。はい、ということでここでプレゼントのお知らせということで、なんと主演なさってらっしゃるトゥルーヒストリーオブザケリーギャングのポスターにサインを入れていただけるということで、でこれを2名様に。プレゼントさせていただけるということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。詳細の方はですね、概要欄の方チェックしていただければということになるので、2名様、どしどしお待ちしております。ありがとうございます。はい、ということで、いやもう今日はいろいろと、楽しかったです。なんかこういう形でちょっと新しい試みでロケという形でですね、一緒にお付き合いいただきましたけれども、でまあちょっと今後もまたいろいろとちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで締めになります。で、この番組はですね、最後に一応この当学院のキャッチフレーズで一応締めるという。ありました。じゃああれですか。例のあれをお願いしたいと思います。あれを披露しましょう。わかりました。じゃあ振らせていただきます。はい。それではどうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル。前野智明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。音を立てないように立ってね。音を立てないようにヘッドホンを取って。音を立てないようにヘッドホンをつけて。年収3万円ですよ。月収じゃないですよ。